神田やぶそばは、東京都千代田区神田和寺町2丁目にある1880年創業の蕎ば屋店舗。東京名家繁盛杖、団子坂やぶそば、蔦屋三輪の伝次郎、明治35年。神田やぶそばは、1880年、浅草倉前の蕎ば屋、中佐の四代目、堀田七兵衛が、神田連雀町にあった、蔦屋の支店、団子坂支店。 ヤブソバののれんを譲り受け開業したのが、現在の、神田ヤブソバの始まりである。その後、1906年、江戸から明治にかけて一世を風靡した、名店、団子坂やぶそば屋ブソバ、ツタヤは、三代目、三輪の伝次郎による相場の失敗により廃業に追い込まれた。廃業後の、ヤブソバののれんは、神田連弱町の、神田ヤブソバに受け継がれた。神田ヤブソバの初代、 堀田七兵衛は長男が早死にしたため、本店を次男、堀田平次郎に継がせた。その時、すでに京橋で蕎麦屋を始めていた三男、堀田勝三には、京橋の矢部金という当時の有名店を買い取り、その店を持たせた。その後の1913年、京橋の店が借地だったため、地主に土地の明け渡しを求められ、 浅草並木町に移転し開業した店が、現在の並木やぶそばである。やぶを三夜の一角を担う店として知られている。また、そばの文化は江戸時代に始まり、江戸生まれのやぶ、大阪が、起源の砂場、新州出身のさらしなは、老舗を参加と呼ばれていた。のれんわけも続いており、日本各地にやぶそばと名がつく店が存在する。 雑そば谷り麦司麦屋き士も郷土ド前茶屋同所やぶの、そば麦切り俗江戸砂子温込みお赤市五菊岡染料著、享保20年より抜粋1877年、修行していた伊東区城に移住しあずまや海業。団子坂あざやぶした上にあり。とか各区に支店を有し、やぶそばの有名なるものまず指をこの家に屈す。名題はせいにして、他方最も固く。 そば通りの称賛するところなり、その地また長望官画にして、庭再起草あり、古石あり。勝者たる、リザ式数多く、幕府その間にあるをもって、大手、三福の苦熱を使用するもの多く、ことに菊花の気候には、収穫雑踏し、虚しく門外より帰るもの少なからず、東京名物市、やぶそば本郷区駒込田木林町、三輪の伝次郎、 明治三十四年観光、より抜粋前提に被爆を作ってあったので、農業の客にぶりまったことは、非常なものであった。客のために備えた百五十枚の浴衣が、常に不足をしたと言われたくらい、まさしたものだ。それに団子坂に、菊人形の持った頃には、お砂お砂の人手で、この自分の藪は、朝から晩まで人足が絶えなかった。公園一帯は、妄想地区の藪であったので、 そばの道具は多く竹在庫を用いた。そば通、明治年間に廃絶した店より、抜粋幾の名所とやぶそばで、団子坂はことに、江戸城長が深かった。やぶそば没落して、より20年、菊花壇後を経って、より16年、各て団子坂の名は、ありし昔を、忍ぶ様すがに過ぎなくなった。やぶそばの一門大きが中に、連邪町の支店は、厨房を追うて、 その境あるのれんを預かるに至ったが、支店とはいえここに移ってから、すでに四十四年を経た、一角の老舗である、評判のよろしい森と掛けの汁は、本節の上物に、調子のヒゲ伝で銀製し、あんい上手にできている。その特徴とする茶そばは、ただ、色付けをしたのみで、あえて原料が違っているわけではない。元来そばは、うどん粉を混ぜて、つなぎとするも、 あまりにその量が多ければ、仕事は楽で、著も多い代わり、蕎麦の味を悪くするので、信用第一の店では、農夫だけ、うどん粉を少なくするが、おっとれには、仕事の困難と、手数とお免れがたい。左レバいらしくも他より一等値を抜くからには、ただに汁が、甘んみしいだけで、やぶそばの今日が、築き上げられたわけではなく、うどん粉の配合その他に、特別の注意を加えた。 そばそのものの良質と相対って、その名を挙げたものと言わねばなるまい。食案ギャ東京の巻、菊そば、奥田健二郎著、大正14年7月10日よりは衰。ありがとうございます。